曹操に敗れ練習を追われた呂布は徐州の劉備のもとへ流れ着いた。その人望で前の徐州牧董賢から徐州を託された男劉備。呂布には解せなかった。なぜこの程度の男が戦乱で盛衰する天下にあって人徳で地を得た劉備。それはいわば弱肉強食の乱世にあるまじき歪みであった。ならば今ここで己がなすべきは弱き劉備から徐州を奪うこと。折しも劉備は袁術と戦うべく徐州を離れることとなった。今こそ好機、参謀たる陳宮のささやく声にうなずく呂布。まずは可否の城を奪い、この徐州から再び乱世に立つ。長領陳宮、そして呂布の娘呂麗姫、三者三様、呂布に付き従う者の思いが可否の戦場に交錯する。木に恵まれただけの男、徐州を治めるのは呂布殿、あなたしかおりませぬ。ふん、やることは牧羊と変わらん。さっさと終わらせるぞ。呂布殿、何のつもりだ霊姫。父上、私も一緒に戦います。ここ徐州を鬼神の地とするために。ダメだ。いいえ、行きます。長領、戦いの間霊気から目を離すな。御意。全力を尽くします。必ずや我らに勝利を。足手まといにはなるな。敵は劉備の留守居、言ってしまえば斬死に過ぎません。ですが劉備らが帰ってくれば厄介。その前に早々に決着をつけたいものですな。呂布殿は先立っての敗北を克服された。いや、そもそも戦で心折れる御仁ではない。呂布殿の勇士が、闘志が我らをたぎらせる。いざ我らで再び呂布殿の地を勝ち取らん。劉備が袁術と戦っている間に徐州を奪う手始めはこの可否だ。手間取れば劉備が戻ってくるかもしれん。まあその時は叩き潰すだけだがな。この奇襲戦、私が先頭に立ちます。一息に可否の城を落としてみせましょう。死なん程度にやれ。門を開け。呂麗姫、出るぞ。ではでは、可否城占拠と参る。やっ、まずは内容した総評に門を開けさせましょう。長領殿と呂麗姫殿は西で敵の要道を、私と呂布殿は総評のもとへ参りましょう。駒の少ない我らが下手に動けば功は一つ。ここは有力に剣道を用い総評に近づきます。劉備の本体はいつ戻るやもしれません。ここを陣に迅速に城を奪いましょうぞ。やっ、ここは踏んだ。父上は
再び立ち地を得る。やっ、呂布軍の一人の武将として奮戦せねば。やっは、呂布軍が来たぞ。援軍出撃しろ。うまく敵を引きつけられ、このまま可否城まで進軍する。これで決めてやろう。その勢い誰にも止められますまい。やっやっ、
城内への侵入に成功。勝ちどきを